客様に、参加していただきましてマジックをやってみましょう。ジャケットを着てる方、あ、よろしいですか。ではちょっとこちらにお越しいただいてご協力ください。はい、こんにちは。お、いいの着てますね。じゃあ今日このジャケットを使ってマジックやってみましょう。使うのはもう一つナイフです。まあ、ちょっとよく調べてみてください。まあ、本物ですからね、怪我しないように調べてくださいね。大丈夫ですよね。でこれから何をするかと言いますと、このナイフを使ってなんとこのお客様の素敵なジャケットにブスッと刺すという、刺すというマジックをやっています。これマジックですから大丈夫です、安心してください。でちょっととりあえずジャケット脱いでいただいていいですか。なんかあんまり乗る気じゃないですね。大丈夫、安心してください。はい、お、いいジャケットですね。はい、じゃあ両足このように持って、もうちょっとこちらに来ていただいて、これナイフね。でこのままブスッといくとね、これ衝撃的すぎますから、これターゲット持ってきました。ターゲットね、新聞紙で挟んでね。このターゲットのちょうど私この真ん中させますから、これ私うまいんです。これブスッといけますから、ちゃんとこれ持っててくださいね。ではいきますよ。この真ん中あたりいきますよ。お、あっ、あっ、ほら、いい感じじゃないですか。ちょっと皆さんにもうちょっとよく見せてあげてください。ほら、完全に、ほら、完全にいっちゃってますよ、これね。取りますよ、ほら。ほら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 。あれ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 。いや、ちょっとこれ信じられないですよね。ナイフまで抜けちゃいますよ、これ。ほら。ほら。ね。というね、ナイフがコートを貫通する。あ、戻さなきゃいけない。そうですね。大丈夫です。戻しますよ。穴を塞ぎます。はい。見事に穴が塞がりました。大丈夫ですよね。傷一つない。元通りのジャケット大丈夫。はい、ありがとうございました。はい。大丈夫ね。涼しくないね。はい。じゃあ気をつけてお帰りください。